左翼の逆襲、環境を人質にした反成長論に騙されるな。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本の荒れる問題を評論する番組です。こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。もうね、だいぶ時間経ちましたけど、今年の元旦朝まで生テレビ、はい、ね、テレ朝さんの朝も生テレビ出させていただきまして、うん、はい、ご覧にいただきました、ね、見ましたよ。 ありがとうございます。もうね、ありがとうございます。バチバチと、まあ、バチバチバチというかね、変なくってかかり方されましたよね。なんかすごい、うん、喧嘩売られてはるなって思いました。びっくりした。僕はもともと喧嘩上等で、竹中平蔵さんと、君そんな改革やりすぎやろうと、はい、ここはもう政府が財政政策いかなあかんやろうという喧嘩をしようとしてたのに、うん、この左側から、自分らは僕に喧嘩ってんのみたいな、なんか違うところからなんか来ましたよね。なんかね、なんなんもう、うん、ここで聞いてたら、気持ち悪いみたいな、何言ってんのこの人らみたいな、わけわからんことを言ってはって、いや、あのね、君ねってこう教えてあげたりね、はい、してたんですけど、まあ今日はちょっとその中の一つでね、はい、僕が成長せなあかんっていう話で、成長するのに財政政策、まあそれこそ MMT がなんやとか、うん、まあそんな話をこう、竹中さんにこう言ってね、で、改革ダメだと、はい、竹中さん、いや、水道とか民営化したらいいんだと、いや、おかしいだろうって言って喧嘩してたら、そしたらね、その、立憲民主党の小川代議士っていうね、政調会長、自民党で言うと、高市早苗さんと同じ立場の、政策を全部決める長の小川さんっていう、僕より三つ年下の人、あんま変わんないですけどね。うん、先輩方っておっしゃってたんで。そうそう、先輩方さっきからいろいろご議論されて成長するのがいいかのように言ってるけれども、いや、成長がダメなんだと。もう僕たち若い世代は成長なんてもう望んでないと。僕たち若い世代はもっと環境のこととかを大事にして、環境の制約の中でちゃんと生きていかないと、生きていけないと思ってるんだと。だから先輩方のその議論は、なんかバブル時代のなんか変な記憶を引きずってるおっさんどもの議論だみたいなこと。おっしゃってましたね。言ってきやって、うん、まず最初に僕突っ込んだから、いや、オタクと私3つしか変わらない。あなた、1回の時僕4回ぐらい、ほとんど同じ世代ですよと。はい。先輩方って、いや、もう大体一緒やからもう、ってところから、まあ、突っ込んでたんですけど、はい、僕それ聞いた時にね、これもまた来たなと、まあ、典型的な、まあ、そっちとも喧嘩せなあかんのかと。僕はもうその新自由主義と戦おうとしてるのに、はい。いや、こっちと戦わなあかんの。これはね、うん、一言で言うと、反成長主義者たち。成長が嫌な人たち。はいはい。反成長主義者たちって、これね、昔からこう、いるんで、日本はね、実はね、新自由主義者の数よりも、うん、反成長主義者の数の方が多いんですよ。そうなんですか？実際普通のその辺のおじさんおばさんもほとんど反成長主義ですよ。成長って意味分かってないから、もうええやん成長なんかせんだよ。みたいな。うん、私らの暮らしが良くなったらええねん。いや、皆さんの暮らしが良くなるのが成長やねんから。そうですよね。なんかやる気ないように感じちゃいます。うん、そうそう。なんか、反成長主義者にもやる気ないのがほとんどなんですけども、はい、中にもう積極的に成長したくないってやつがいるんですよ。なんで？俺は成長したくないんだ！そんな、声高らかに言うことじゃないですよね。成長しないぞーって言ってる人がいる。これはね、薄く言うと、うん、環境主義者たち。うんうん、成長すると、環境に悪いから。ああ、今ね、いろいろ SDGs とか言ってたりする。そうそう。SDGs とか、うん、それとか、あと、グレタさんだとか、いるじゃないですか。うんうん、ああいう、環境大事よ。僕も環境大事やと思ってる。それはもちろんですよね。ちなみに僕、環境心理学の業績めっちゃあるんですよ。人々に環境に優しい行動を取ってもらうために、どういう働きかけをしたらいいかっていうことで、はい、山ほど論文書いてるし、いろんな賞もいただいてるし、KBS でそれで番組のコーナー持ってたぐらいですからね。だから僕はかなり環境主義的なことも言うんですよ。はいはい。それはそれで大事なんです。うん、でだけど、
成長はダメだーっては言わないです。いやいやいや、だから成長も大事やし環境も大事やけど、うんうん、両者がうまいことできるところ探しましょうよと。はい。まあ、これがね、一般的に世の中では持続可能な成長主義者って言うんですよ。サステナブルデベロップメントとかってこう英語で言ったりするんですけどね。まあだから環境も優しくしながらちゃんと人間も豊かになるという道を探ろうと。まあそれが SDGs にこう言ってるんですよ。うんうん。でもこう、そんなんわからんと、いや、やっぱり成長あかんやろっていう人もやっぱり SDGs の中にもこう結構いたりして。で、さらにね、今一番ね、問題なのはね、SDGs なんて生ぬるい。そんなもんじゃダメだ。このままだったら人類が滅びる。成長しちゃダメなんだみたいな。そんな方もいるんですか。これがね、僕はこれをね、人新世派と呼んでるんですよ。人新世派。人と書いて、新しいって書いて、世界って書いて。はあはあ、人新世って呼ぶんですよ。はあ、初めて聞いた。人新世。初めて。でもこれはね、本屋で今めちゃくちゃ売れてるんですよ。そうですか。人新世の資本論って言ってね。はい。これあの、人新世中キーワードを使いながら、うん、新しく資本論を読み解くって。資本論って、マルクスって聞いたことあります？聞いたことあります。まあそういうのがおるんですよ。マルクス言ってね。うんうんうん、これ共産主義を作った人です。共産主義っていうのを作って。昔ソ連とか、はい、まあ中国も共産主義ですけど、うんうんうん、東側諸国っていうのは共産主義で、僕ら西側諸国は資本主義で。うん、こう、1990年までこの共産主義と資本主義で世界戦争してたんですよ。はいはい。これで一応、共産主義負けて、資本主義が、まあ、勝ったっていうことに、まあ、なったんですけど、その逆襲がまた始まってるんですよ。で、マルクス主義、その、共産主義からっていうのは、資本主義がダメだって言うんですよ。はいはい。で、だから成長しちゃダメだと。はぁ。資本主義をこう否定するために、うん、今度はね、環境という新しい、グレタさんも仲間に引き入れてね、環境主義も聞き入れて、マルクスがもう一回復活してきて、はい。おいで、成長したらあかんって言ってきてる、人新世派っていうのがおるんですよ。斎藤光平准教授を一代の、これを論理的な支柱にしながら、こいつがおるんですよ。うん、で僕らもね、ちょっとごめんね、長い話で。ね、全然。まあ、僕らもこういうのを、もう、はい、まあ、はいはい、おるおる、ああ、こうなってこうなって、知ってるんですよ。知ってるんだけど、朝生出るときは、さあ、竹中さん戦いますよって思ったら、ここで、小川さんやって、おったここいや、だから私も、その、そっちのね、話聞きたかったんですよ、いろいろ。おいね、人新世派、こんなとこにおったわ、もう。だって、民主党ってもともと社会党からでしょ？社会党ってもともと共産主義ともま、関係するわけじゃない社会主義っていうのは。うんうん、だから、マルクスの影響を受けてるわけですよ。だから、うわー、また復活してきよった、マルクスの亡霊が、と。斉藤光平という新しいイデオローグ、その論客をこう、旗頭にしながら、ね、こっちとも喧嘩せなあかんねや、わし。と思ったという話をね、はい、話しようと思います。よろしくお願いします。はいはい、聞けば、今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるから。感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。なるほど、日常を届けてくれるわけやね。あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、左翼の逆襲、環境を人質にした反成長論に騙されるな。うん、
この話はね、もう一回ね、さっきの話でちょっと繰り返すとね、要するにそのマルクスとかの共産主義者たちって資本主義がダメだと思ってるんですよ。で、はい、ちなみに言うと僕はマルクスが資本主義がダメだと言ってる理由は 100% 同意してます。なんとなくあかんわと。行き過ぎてるところはあるわなと。まあ、100% って大げさですけど、すごく納得のいく論理を言ってるんですよ。ただ、マルクスの問題、僕が問題だと思うのは、そこまで悪いもんちゃうやろと、資本主義はと。うん、資本主義という毒をうまく飲み込めれば、酒が百薬の長になるように、資本主義をちゃんと我々側が飼いならすことができれば、すごくいい主義になるだろうというのが僕の考え方で。マルクスはそんなこと無理だよってこう言ってるっていうところは、まあちょっと彼と、まあ僕はまあ違うところが、マルクス主義者たちと違うところはあるんですけど、ただ、資本主義っていうのはもういろんな問題があるんですよ。その、資本家にお金が集まったりね。はいはいはい。で、労働者が搾取されたりね。うん、なんかお金持ちがお金持ちになるみたいな。そうそう、そうそう。で、だけど別にちゃんと素敵なものをちゃんと自分の所得の範囲でお金も使えるような人も、まあ、ちゃんとそのお金持ちがちゃんとお金をちゃんと使うのはいいことだからね。うん、そういうのはいいんだけど、まあだからその、生産者側もおかしくなるし、僕ら労働者側も搾取されるし、消費者側もおかしくなるっていう、なんかある種のね、マルクスが描写した、あの資本主義の問題って、もうその通りなんですよ。その通りなんだけど、だからといって共産主義にしたらええんかっていうとそうじゃないっていうのが、まあポイントになるんですけど、まあずっとそういう論争がまああるんですよ。もうほんま長い歴史がこれ。まああるんですよ。そうですよね。だって世界が、西と東で分かれて大戦争を起こしてたぐらいですからね。はい、まあ、これね、大変な問題なんですけど、まあ、なんせその、共産主義の人っていうのは成長嫌いなんですよ。だから、昔だったら朝日新聞とか、くたばれ GNP とかっていうね、まあ、そんなんを言ったりとか、まあ、してて。で、それで、ね、うん、今ね、新しいね、論者として、斎藤幸平さんっていうね、これ大阪一大の准教授の先生で、彼、英語がすっごい堪能で、うん、で、もうものすごい堪能だから、僕らがやってる議論とかも完全に英語でバーって書けるので、で、世界的にものすごく、まあ、有名になった、なって、マルクス研究っていうのがあるんですけどね。はい、マルクス研究会で、もう、最若年ですごい賞を取ったりとかね。まあ、してる、こう、有名な人なんです。で、その人が、新しい本で、人新世の資本論っていうのをこう、出したんですけどね。はい、で、この、人新世って何かっていうとね、古生代とか中生代とか新生代とかってあるんですよ。うんうんうん、こう、カンブリア紀からなんたらとかってあるじゃないですか。はい、この何百万年とか何千万年とか何億年とかっていう、そういう地球的な歴史の中で今は人新世と、こう、呼ばれてるんですね。はい、で、この人新世は人類がこの炭素をすごく燃やして、温暖化を導いて、で、生態系をすごく乱した時代になると、まあ言うてるんですよ。まあまあ、そういうこともまああるでしょうね。まああるかもしれないし、ないかもしれない。ちょっとわかんないですけど、まあ仮にあったとしても、まあ、まあそうそうですね、と、うんうん、いうことなんですよ。で、だから、資本主義やめましょう、と。ちょっと、飛びすぎてない自分なんか極論みたいな、うん。で、仮にね、いや僕もね、それがね、できるんやったらやってもいいと思うんですよ。はあ、だから、すごく今から、200年ぐらい前の、はい、300年ぐらい前の状況にみんな戻るよーって言って、はい、わかりましたーって言って、こうみんな畑やってね、こう羊飼ってね、はい、でみんな藁とかもこうやってね、うん、こうやってこう、するよって意味だったらいいんですけど、うん、もう絶対しないんですよ。できないですよね、うん。それちょうどね、核兵器を廃絶しましょうって、うん、僕もなったらいいですよ。うん、でももう、なくならないんですよ。だって、覚えてるから、みんな作り方。そうですよね。みんな作られるようになったら、賢いやつが出てきて作ったら、そいつ世界牛耳れますから。だからもう記憶がある限り、もう、絶対書くってなくならない。それが僕はいいって言ってるわけじゃない。でもなくならない。はい、それと同じようにね、そんなね、元に戻らないんですよ。で、仮にね、斎藤幸平さんが立派な人だから、もうこの通りに政治やりましょうって、これ、小川さんだってそれがいいって言ってるわけですよ。それがいいって言ってるわけですけど、だから頑張るんです、藤井さんのように成長とか目指してダメなんですって、こう、まあ、じゃあ分かりました、立憲民主党が政権取って、で小川さんが総理大臣になって、で分かりました、斉藤公平さんを内閣官房参与して斉藤公平的政治をやったとしましょうよ。じゃあどうなるかって言ったら、日本成長できません、 CO2 出さない
少なくなるのかもしれませんけど、まあ、アメリカにもやられる、中国にもやられるですよ。うん、周りがね、すごいこう成長してる中で、うん、日本が止まってしまったらね。だからもうこれ核の問題と全く一緒なんですよ。うん、で、左翼の人ってすぐ核廃絶とかって言うじゃないですか。うんうん、だから、その、すごくね、理想論を言わはるんですよ。うん、そう、できたらいいけどって。うん、できたらええけども、うん、だから僕の環境心理学の業績とかは、この状況を、出発点としてどうやって環境に優しい方向に動いていくかっていう、その差分の研究っていうかね、はいはい、ベターネスって僕ら言いますけど、徐々に改善していく方法を僕は常に提案してたんですけど、で、まあそういうタイプの研究者もいるんですけど、まあ斉藤さんのタイプのような人もいて、で、この人たちはどうするかっていうと、すぐ革命って言うんですよ。共産主義革命するでしょ、うんうん、で、僕は革命じゃなくてベターネス。改善って言うんですよ。だから改善派と革命派とのまあ戦いっていうのがまあずっとまああるんですけどね。はい、で革命なんてダメだってことになってたんですけど、もうこの2、30年、うん、で特に安倍さんとかが強くなってからなんか左翼の人ってめっちゃ良くなって、昔社会党ってめっちゃ大きかったんですよ。で京都でも共産党の知事とか長かったじゃないですか。で昔はね左翼強かったんですけど、いわゆる共産党的なもの、それが、ね、すごく今弱くなってきてて、もう絶滅危惧種に近くこうなって。来てたんですけど、この斉藤公平を使ってまた、それでまた小川さんとか使ってまたちょろっと出てきてるんですよ。で、今すっごい売れてますからね、この本。だからね、今日本にはね、その左翼の残党が、インテリアを中心にいっぱいいるんですよ。で、彼らね、退屈してるんですよ。俺ほんと左翼なんだけどさ、最近ちょっと安倍さんとか出てきてさ、星がのさばっちゃってさ、ちょっと嫌だよなーっていう時、お、斉藤公平ええやんけ、うわーって言ってるんですよ。そこに乗っかって。乗っかってるんですよ。うん、で、斉藤公平さん自身はまあ優秀な研究者だと思いますよ。でも別に、一研究者ですから、もう、ああいう研究者山ほどいるんですよ。で、いろんな理論言って、で、それで僕ら論争してるところに、なんかこの政治に引っ張り出されてなんかみたいな。で、バランス悪い。うん、だその革命派が政治に引っ張り出されるとろくなことなんです。僕らみたいな改善派が政治に引っ張り出されると、それなりに改善をすることができるっていうのがね、それがまあ、社会工学っていうものですけどね。まあ、なんかそういうところがこうあるんですよ。だからね、そっちとも戦わなあかんかと。はい。だから成長せんかったらだって、貧困が広がるでしょ？はい。格差広がるでしょ？これで、もう、ブラックが広がるでしょ？で、働けてても、ものすごい、その、いじめとかにいじめられますから、上司。これブラックですよね。それで、下請け企業もいじめられるしね。うん。だからもう理不尽なことがいっぱいあるんですよ。だからそれを改善するのには、まあ成長が必要だって、今の若者はそれを望んでるんですと。うん。まあいうことをこう、言ってるんですよ。で、しかも、資本主義の中にも美しいものがいっぱいあるじゃないかと。そのね、資本主義の美しさを思い出すために今日はこの一曲をお届けしたいと思います。エド・シーランのパーフェクト。 I found a love barefoot on the grass listening to you。 週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて北港観光バス。トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。なるほど、日常を届けてくれるわけやね。あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。エド・シーランでパーフェクトお届けしました。これ PV ご覧になったんですよね。見ました。めちゃくちゃ素敵でした。素敵でしょ。ロマンチックで、そう、これね、ぜひ皆さんも見てください。エド・シーランパーフェクト、うん、で、あのスキーで、はい、本当にね、車でね、スキーでみんなで行って、それでこうみんなでわーって騒いでんだけど、そのうち2人になって
で、こう二人でね、雪の上で、こうなんかこうやってこう、やったりとかして。やってます。足をね、広げて。バタバタして。うん。すごい素敵でしょ？はい。うん。でね、もう歌詞もね、本当に素敵でね。もうね、今、全部素敵なんですけどね。はい。I don't deserve this, darling, you look perfect tonight っていうんですよ。これね、もうあなたとっても美しいと。はい。で、僕はそんな美しい君に値しない、君はもったいない人なんだ。ダーリン、あなたは本当に今夜パーフェクトに見える。完璧だって。でもこんなこと言ってくれる男性いたら、いやもう、惚れるというかもう、これ素敵でしょ？素敵すぎます。でもこの素敵な時間をね、何が支えてるかって言ったらね、自動車であったりね、スキー場開発であったりね、あるいはその夜のね、電気の発電であったり、送電であったりね。で、そのスキー場の中でみんなで集まるっていう時間を、その資本主義が提供してくれた商品の中で展開してるわけですよ。はい。これはね、マルクスはね、いや、こんなものを踊らされてるだけだと。資本主義のくだらない価値に踊らされてるだけで、こんなの、実物的な価値は実体的価値ないじゃないかって、まあ、言うんでしょう。そんなことない。あるんですよ。で、これは、資本主義がなかったらここまで来ないですよ。だからね、我々は資本主義、あるいは商品というものに、そういうわけのわからない価値なるものにね、踊らされることはある。それは認める。認めるけれども、我々がその価値を使って、我々の性を拡大する、美しくしていく、展開していく、そういうことはね、不可能じゃないし、こうやってできるんですよ。実際ね、エド・シーランっていうのはね、イギリス人の30歳以下のミュージシャンの最大の大富豪なんですよ。もう大儲けしてるんですよ。はい、260億円の資産があって、ね。おー、すごい。すごいんですけど、でもそれはね、僕はね、彼は金儲けのためにこれやってると思わない。うん、本当に、僕たちを喜ばしてるんだと思うんですよ。で、イギリス人は、そういう喜ばしてくれる神の子、エド・シーランにお布施を与えてるんですよ。はいはいはい。僕はね、そういう構図に見える。だからね、資本主義っていうのはね、そういう感謝だとかね、お布施を与えるだとかね、そういう美意識というものをね、取り込むことで、というか、その中に資本主義を埋め込むこともできるんですよ。だから僕はね、そういう資本主義を飲み込む、資本主義を埋め込むそういう戦いに自分の人生を使いたいと思いますね。週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、KBS 京都からお送りしています。日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるから。感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。なるほど、日常を届けてくれるわけやね。あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、この収録は1月17日の午前11時30分頃に行っております。僕は決してね、資本主義がもう100点満点で何もかも素敵だなんて1ミリも持ってない。マルクスが言ってることなんてものすごい納得できるものがいっぱいあるんだけれども、だからといって資本主義を捨て去って革命なんて起こせないし、うん、脱成長なんて言ったら単に中国アメリカに食い物にされて終わるだけじゃないですか、うんうん、グローバル企業に食い物されて逆に終わってしまうだけになるわけですから、なんとかね、この状況の中で我々が正しく楽しく美しくで気持ちよく生きていくためにはね、やっぱり資本主義っていうものと付き合いながらね、それに飲まれるんじゃなくて飲み込むように、そんな政治経済っていうのをね、目指していくしかもしょうがないなと思うので、うん、本当にもうね、うん、右左じゃなくて、そうそうそう、もう今更もうなんか何を言うてんねんもうみたいな話を思った朝まで生テレビでございました。はい。では、この表現者クライテリオの最新号、うん、そして、先生のね、この、
MMT の。そう、これがね、その資本主義をどうやって食っていくか。我々がね、その自分たちの生活の中に資本主義をどう取り込んでいくかっていう一つのやり方で、これがね、マルクスとアダム・スミスが問いかけた問いに対する答えの一個だと僕は思いますよ。うんうんうん、すごい分かりやすくて、うんうん、ありがたい。お金のこととかね、はい、デフレのこととかあったので、ぜひ皆さん、ご購入ください。はいはい、そしてこの表現者グライテリオンは、インターネットからの定期購読だと1割引きお得にご利用いただけます。ぜひこちらもチェックしてください。また番組では、藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは、fuji@kbs.kyotoです。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで。さようなら。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。